豊原地区新人戦当日、学園の前で集合してバスに揺られることをおよそ30分。地区の大会とは言っても参加校の数はそこそこのようで、会場のあちこちに俺たちのような輪ができていた。風なし、気温そこそこ、湿度よし、絶好の陸上日和ですね皆さん。おお、サムズアップ。朝からテンション最高潮だな先生。皆さんいい顔、一人一人がスパルタの兵士のようですね。ペルシャ軍だって逃げ出しますよ、精神魂。付き合いで機嫌を上げる部の皆さん、先生って案外好戦的なんだな。先生くん好みの展開だったらしい。大会形式は各種目決勝の順位点の総合で競ういつもの形式です。初参加の俺やターニャに対する説明のようで、視点はこちらを向いていた。最初はやり投げ男子ですね。続いて走り高跳び、110メートルハードルと、選手の皆さんは自分のスケジュールを確認しておいてくださいね。高尾の試合はいつなんだ？部員は全員身内といっても、やっぱり応援するなら高尾だろう。高尾？再度呼びかけても高尾は反応することもなく、そわそわと落ち着きのない様子だ。集中してるのかな。たくみ、あっち砲丸投げ。砲丸投げ好きなのか。たくみが好き。そういえば昔成り行きでそんな設定をぶっ込まれたな先生に。よし高尾、俺たち砲丸投げ見てくるわ。お前の試合の時は。いっただだ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 だ。うわ、なんだ、いきなりどうした。お腹が痛って、やばいこれマジ無理。はあ、いいな。いきなりお腹を押さえてしゃがみ込んでしまった高尾に何事かと場がざわめく。ターニャが背中をさすってあげても、高尾は苦悶の顔で首を振るばかり。悪いものでも食ったのか。ターニャ、高尾トイレに連れて行っ。胃腸とは関係ないタイプの痛みだこれ。痛みにのたうち回ってるにしてはキレのある蹴りだったな。大変、まさか盲腸。いいえ、もっと悪い病気かも。係の人に。救急車、すぐに親御さんにも連絡しないと。あ、痛み引いてきた。あっさりと思ったらまた、救急車とか大げさな処置を必要としない程度にお腹痛い。そういうのって自分で判断できるものじゃないだろう。ところで高尾はさっきからなんでつま先を踏んでくるんだろうか。すいませんコーチ、さすがにちょっと試合は無理そうです。なんでグリグリするんだろうか。それは仕方ありませんけど、無理しないでくださいね。本当に救急車は呼ばなくていいですか。私のことは構わないでいいです。いやいやいや、構いますよ。それより試合の登録を、200メートル走の登録を至急ターニャに。心配そうに背中をさすっていたターニャが硬直する。すげえ出たかったけど、こうなったら仕方ない。いいの、私の代わりに一番取ってきてくれ。大丈夫だ、ターニャならできるから。無理。また高尾は俺のつま先をグリグリしてきたけど、何が何だか分からずに二人を見比べてしまう。そうですね、無理をする必要はありませんし。さすがに今はターニャどころではないようで、先生は高尾の熱が測ったりお腹をさすったり。やっぱり心配です。親御さんは家にいらっしゃいますか。帰るならタクシーを呼びますけど。試合は見ていきたいんで、もし本当にヤバくなったら言います。そうですか、高尾さんはシードなので決勝からですね。選手変更でも枠はそのままなので。ターニャさん、 200m 走の決勝は13時半からです。お昼ご飯は競技の後ですよ。ちゃんと試合の時間に合わせてコンディションを作っておくこと。
ターニャ、本当に試合に出るの？当然です。何のための予備登録ですか？そんなつもりじゃなかったから。ターニャさん、普段とは違う声色にターニャがびくりと身構える。あなたは陸上部の代表として選手登録されているんです。部には登録漏れしている選手もたくさんいます。真剣な姿を見せてください。結果は必ずついてきます。先生、そう信じてますよ。話は終わりとばかりに腰を上げて、先生は部の皆さんに解散を命じる。桐島君は高尾さんについていてあげてください。高尾がこんなことになっちゃったんだから仕方ないよ。ポンポンと頭を撫でてもターニャはうつむいたまま顔を上げようとしない。どんな結果になるにしても一番取って。高尾さ、ちょっとイラッときて、そして気づく。高尾は俺だけに分かるように小さく首を振ってターニャを指さした。フォローフォローって感じに。さっきからやたら足を踏んできたのも、まさかこいつ。ターニャさん、アップ行くよ。先輩に声をかけられてターニャはすくみ上がると、怯えた目で俺を振り返った。助けを求めるその眼差しと高尾のつま先グリグリの意味を考える。頑張ってこいよターニャ。うん。唇を噛んだターニャは肩を落としてとぼとぼと先輩についていく。先輩がターニャがいなくなったと言いに来たのはそれからわずか15分後のことだった。キリシマ、ターニャは見つかったか？一回りしてきたけどダメだ、どこにも見当たらない。荷物は置きっぱなしだったから帰ったとかはさすがにないと思うけど。ターニャは試合初めてだろ、ナーバスになるのは当然だ。そんなもんそんなもん。軽いな確認するまでもないけど、黙ってるのもなんなのでため息混じりに指摘しておく。仮病だろ。オスカー賞ものだっただろ。むしろオスカー賞じゃね。うるせえ、オスカーバカにすんな。なんだよ、怒ったのか？怒っちゃいない、むしろ意外かな。高尾って陸上大好きっ子だろ、他人を押しのけてでも試合に出たいってタイプだと思ってた。そりゃそうだ、つうか普通そうだろ。あっけらかんと笑う高尾の隣に座って目の前で繰り広げられる競技をなんとなく眺める。競技に挑む選手たちの顔は誰も彼も必死そのものだ。でもターニャは違うじゃん。だから芝居まで打ってターニャを無理やり試合に出したのか？一回だけな、ターニャを誘っちまったのは私だからさ、おせっかいついでに一回だけ。もし今日で伝わらなかったら、あいつが変われなかったらさ、責任持って退部を進めるよ。退部って？勝手なのは分かってるよ、あれだけ無理言って誘ったんだ。でもさ、分かるだろ、陸上は勝負の世界だ。あのままのあいつだったらいずれ悲惨なことになる。分かっちまうんだよな、そういうの。ターニャは優しい子だから。ちげえよ、育児なしなんだ。お前だって気づいてんだろ、付き合い長いんだから。分かってるよ。当然高井坊よりもターニャを知っているつもりだ。部で何度も張り合ったけどさ、あいつ私がムキになり始めると緩めるんだよな。あんなの優しさなんかじゃねえよ。ふと高尾の顔から笑みが消える。譲られた勝利なんか嬉しいか？私は嫌だね。それでムキになってあいつの本気を引き出そうとしてみたら今度はビビっちまう。悪いな、こないだ聞いちまったんだわ。何を？とは聞かなかった。ただ走るのが楽しいとかビビった。私やお前といるのが楽しいとかさ、ここは競争と勝負の場なんだ、じゃなきゃ成り立たねえ。そうだな。もう友達だからさ、同じ部じゃなくなったっていつでも遊んでやるよ、一緒に走ってもいい。結局そういうことなんだ。
ターニャにとって陸上部が楽しい場所になりつつあるのは分かってる。楽しい場所が欲しいだけなら文化部でもやっとけ。絶対その方がいい。でもここはそういう場所じゃない。オセロ部でも作れよ。私も掛け持ちで入ってやるから。高尾も少しだけ笑って俺の膝に手を置く。私は基本自己中だからさ。ターニャの才能に惚れ込んでライバル発見って一人で盛り上がって強引に誘ったけど、あいつが陸上に興味を示してくれてすげえ嬉しかった。ぐんぐん実力つけてって焦ったけどさ、私も負けねえって練習頑張ってよ。まあ浮かれてたんだ。こんな寂しそうな顔するなよと思った。あいつは優しいやつだから誘いに乗ってくれたのも結局そういうことだったのかもなって、そう考えるとちょっとやりきれない。ターニャは確かに優しいけど嘘は言わないよ。あいつが楽しいって言ったらそれは本当に楽しいんだ。そこだけは間違いじゃない。俺と顔を合わせないようにして高尾は笑う。もっとずっと最高に楽しいんだぜ陸上って。一番でゴールテープを切った時の感動は言葉なんかじゃ伝えられねえよ。アドレナリン出まくりでこう走馬灯みたいにさ、辛かった練習のこととかブワーッと頭の中を駆け巡るんだ。仲間がみんな笑ってて拍手とかしてくれててさ、目いっぱい喜んだ後は次が見えてくる。まだ見ぬ強敵、自分の限界の先。そうだよな。マジになんなきゃつまらないだろ。惜しいな。それで才能があればまともな陸上選手になっただろうに。一言多いんだよ。笑顔で殴る真似をしてよいしょと声を腰を上げる。俺は諦めてないぞ。しっかり実力つけて次の大会は選手として出てやる。マジで言ってんのか。俺はターニャの保護者じゃないし、ターニャだって弱いばっかりの子じゃない。決勝は13時半からって言ってたからな。そろそろ本腰を入れて探さないとアップが間に合わなくなってしまう。結構いいやつだな。自分のことか。気ざったらしいこと言ってんじゃねえよバーカ。似合わないのは自分が一番分かってるっつの。ま、あとはよろしく頼むわ。さて、やる気も出てきたことだし、ターニャソムリエの本領発揮といきますか。何しろこの人混みだ。部のみんなに見つかったら連れ戻されるのは確定だし、勝手に家に帰るほどの勇気もないと。選手のユニフォームは目立つから観客席も無理。見つけた。